All I wanna do is sweat off.髪の毛に対してすごく興味を持ち始めたっていうか、この職に就いたきっかけが、まあ親が自営でクリエイターなんですよ。アーティストというかオブジェとかいろいろ作ってるんですよ。で、家の下にアトリエがあるんですよ。で、毎日その作ってる姿を見てて、絶対になんか親父みたいに作業着着てガンガンなんか物作って、でそれを誰かに見てもらってっていう仕事に就きたいなっていうか、小学校低学年ぐらいの時に初めて母親に美容院に連れてってもらったんですよね。でその時にパッと全てがこう結びついたっていうか、すげえ早い段階だったんですけど、その時にあ、この仕事だと思って、この仕事を物というか何かをクリエイトしてるし、すごくこう輝いてるし、みんなチームプレーやってるし、いいなと思って、そっからというものを周りに言いまくってたんですよね。もう小学校3年生の時ですね、美容師になるって決めてから、俺美容師になる、俺美容師になる、周りの友達に美容師って知ってるみたいな、俺美容師になる、卒業文集にも美容師になるって書いて、そっからずっとブレなかったですね。見られ方ですよね。僕から見てそういう風に見られたってことですよ。美容室とその地元の美容室の方々ですけど、僕から見てそういう美容師たちがそういう見られ方をしたっていうので、僕もそこできっかけができたっていうか、すごく感謝してます。学校に関しては僕本当にできない生徒で、ただがむしゃらっていうか、不器用ながらがむしゃらっていうのは今でもそうなんですけど、たまに僕あの専門学校に行って講師やるんですけど、お招きいただいて、その時に必ず昔いらした先生が、僕宮本は全然できない生徒だったみたいな反面教師に言うんですよ。専門1年生の時にインターンがあって、僕が入らせてもらった美容院にそのままヘッドハンティングというか、まあ、学生なんでヘッドハンティングじゃないですけど、そのまますぐ内定いただいて、うちでやらないみたいな。内定も決まったのも最速でしたね。それはすごい嬉しかったです。6年近く勤めてましたね。はい。その間は辞めたいなと思ったことはほぼないです。ほぼなかったです。もちろんその時代が時代なんで辛いこともたくさんありましたけど、なんかやっぱ根底はやっぱそういう昔からの思いをこう引きずってっていうか、思いをこうずっと連なってその瞬間に至るんで、やめたいなと思うことは全くなかったです。運命的な話ですごく、みんなそれぞれ多分運命的だと思うんですよ。サイトもそうだし、原さんもそうだし、田原ちゃんもそうだし、やっぱみんな見てると運命があってここにいるっていうふうに思うんですけど、僕も運命があって、あ、もちろんそのダイレクトは代表西森ですよね。その代表がもともと僕が、専門学校時代の同級生がもともと西森の前の店で一緒に働いてたんですよ。一緒に働いてて、で僕も何回かそのお店に友達に会いに行ったりしたんですよね。その時はまだ代表と話したことなかったんですけど、もちろんもう知ってましたし、かっけえなあの人みたいな、すげえやっぱり際立ってたっていうか当時から。で、代表が独立されてっていうのを Facebook で見たんですよ。ミスターブラザーズカットクラブ、お、なんだこれなんだこれって、しかも店が近い、原宿だみたいな、これはもう絶対行くしかない。僕もなんかすごくモヤモヤしたんですよね、方向性に。
当時男の子の髪を切ってる、セットしてる、何かコーディネートしてるとか、トータルで何か発信した時に一番楽しいなっていう、すごい素直に思ってたんですよね。ただその方法がないというか、どういうベクトルに持っていけばいいか全然分かんなかったんですけど、もう絵で見て分かりましたよね。これどう考えても男性向けっていうか、フォーメンじゃないですか。なんか話聞きたいなと思って、とにかくこの人の話を聞きたい。で、年も正直2つしか違わないんですよ。2つしか違わないで、5年前で独立されてこういうお店を出しました、原宿でっていうのはもう興味しかなくて、で、まあそのオープンの日は行けなかったんですけど、すぐもう予約を取らせてもらって、髪を切ってもらって、その時に感じたもの、話したもの、全て今でも覚えてるんですけど、それが最初の出会いだったんですね。正直ミスターブラザーズに入るっていうのはなんかあんまりこうなかったっていうか、当時は意識なかったというか、そもそも入れないものだと思ってたんで、ここ扉開けた瞬間にもう海外っていう見たことがない世界が広がってたんですよ。で、この空間に自分が入れるっていうふうには正直思ってなくて、なんか違う方法で自分もやりたいものを見出して、そのお話を聞いて、それを自分の中に活かせて発信できたらなっていうふうに漠然と考えてたんですけど、そこから通い出すようになって、もう絶対西森さんに切ってもらう以外何もちょっと思いつかなくて、自分のやりたいスタイルを表現するには。で、そこからもうあのご予約を取って、まあ、お客さんと一緒ですよね。もう見てる人からしたら信じられないですけど、僕もお客さんだったんですよ1年間、まあ、これもきっかけなんですけど、まあ、お店ができますよと、原宿ともう一個増やしますって時に、俊介どうっていう言葉をパッともらって、僕結構面食らったっすよね。すごく全然そういう意識なかったんで、えブラザーズに俺、でもその時に数秒ちょっと止まったんですけど、全てがリンクするなと思って、もしここで働けたら自分のやりたいものを、自分が見せたいもの、自分が作りたいものを全部表現できるなと思って、もうすぐ入りたいですって言ったのはその時でしたね。生意気ですよね、今こう考えると。こんだけ今になったら、ね、入りたいって人もすごいいっぱいいてくれて、あの中目店長の僕原監督って言ってるんですけど監督はほぼ同期ですね。すごくあの僕も頭上がんないですけど、もちろん。で、その前のお店から引き継いで、この今のお店でも来てくれてるお客様が、絶対にお店移った時に俺一人目で切ってほしいんだって言うんで、予約取ってくれたんですよ。僕あの兄貴って呼んでるちょっとお客様がいらっしゃるんですけど、で、その方を一人目で、もう歴史的瞬間じゃないですか、店を移って、こうやって夢だったフィールドで自分のテクニックを、自分の接客をできるっていうのはもう願ったり叶ったりじゃないですか。で、その上ずっとこう慕ってるお客様を一発目でやらせてもらうっていうのは忘れもしないですね、はい。トロフィークロージング店長しげさんです。いつもお世話になってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。この年でこういうスタイルを作れるというか、空気感出せるっていうのはすごいなと思いましたね。ありがたいですね。まあ、初めてその何ですか、繋がれた時ってすごい嬉しくて、正直なんかショップのこうカリスマ店員さんみたいな、こう各いろんなブランドさんいると思うんですけど、しげさんはやっぱりトロフィーのカリスマ店員さんで、なんかこう僕みたいなこう一発のこう美容師っていうか、また他業種の人間がここまでこう何ですか、超ダイレクトに繋がれるってすごい個人的に上がってて、例えばなんか雑誌に載ってるような人じゃないですか、言っちゃえばしげさんとかスナップでバーンってかっこいい、もうナチュラルに本見てかっけえなーみたいな、コンビニで立ち読みとかしてっていう人がもうここまで仲良くしてくれるっていうのはちょっと頭が上がんないな正直。例えばこれがどうとか、こういうアイテムがどうみたいな、しげさん結構 LINE で聞いたりとかしますしてよくしてたね、アドバイスもらったりとか結局なんか好みっていうか、好き嫌いとは言わないですけど、好きなものを追求していきたいっていうか、なんかそれをずっとこう入りたての頃悩んでた時があって、果たして何を発信できるのか自分はみたいな、
その時に自分の好きなものをどんどん削ぎ落としていったら、結局なんかクラシックなものが好き、クラシックな服装も好き、そしたらクラシックな髪型も好きっていう、そういろいろこう数珠つなぎみたいにつなげた時に、その浮き彫りになってきたのが、まあ、自分でそういうクラシックなこうウェアを、まあ、どういうカテゴライズがクラシックっていうのは結構ジャンル分けは難しいんですけど、自分が思 う, こうクラシックな洋服とかを選ん で, でその髪型もしたりとかして、でそれにこう賛同してくれるお客さんにそれをどんどんこうなんか落とし込むじゃないですけど、みんなそれにこうついてきてくれるっていうか、別に僕が主役じゃなくてみんなが主役だと思ってるんで、どうしよう、僕はもう引き立て役みたいなところで、何か教えられればそれでいいし、教えてくれたらそれもありがたいしっていうところで、僕はなんかそういうなんていうんですかね、細かくクラシックストリートとかそういうのあんまり気にしはないですね。とにかくもう好みみたいな感じで、毎日自己満の戦いみたいな感じ。ジャンルで分けたら、例えばサイドパートって横分けのスタイルとか、ポンパドールってちょっとこう前髪がグンとなってるやつとか、まあ、よく言う昔の人みたいだよねみたいな、結構クラシックスタイルじゃないですか。そういうのを作ってる時にすごく僕はテンションが上がるというか、すごく職人になれる気がして、自分が結果親父もクリエイターで、母親もクリエイターで、じいちゃんもクリエイターなんですよ。結構クリエイター一族で育ってきたんで、クリエイトしてる時がすごい自分はもうこうなんですよね。すごく結構その大先輩とかにも、俊介が物を作ってる時っていうのは目が違うみたいな風に言ってもらった瞬間があったんですけど、多分それが出てんじゃないかなっていうところで、結果好きなんですよ。それでどうじゃあそこからリンクさせていくかってなった時に、クラシックな髪型を作るのが好きだったらクラシックなファッションしてる方が説得力あるじゃんとか、いろいろ紐づけていった結果今に至ってるっていうか、まあその連続というか、今後先もどん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 それをあのいいものにしていくというか、昇華させてって唯一無二って、僕結構僕鼻声なんで唯一無二ってみんな聞かれるんですけど、聞き間違えられるというか、唯一無二の存在になりたいなっていうのは結構目指してますね。すごく。エリンギとシメジもなんか、マジマスコミ、その出演してもらって顔の調子が悪い、綺麗だから大丈夫。バーちゃん、ウールズジャッジの安藤さんです。はい、よろしくお願いします。もう、安藤さん全然そんな普通のなんかもう、超和気あいあいとしてる感じだけど、いや、そうっすね、暗けな感じで、いや、切ってもらった方がないですか。それは置いときましょう。置いときましょう。好きがあれで、ね、まあ、好きだったらみんな仲良くしろよみたいな感じのあれがあって、ちょっと若造だからちょっと強いのかな。これ長いな。なんか安藤さんに関してはやっぱ同じこう原宿っていう地でこうやばい、ね、共に働いてるっていうちょっと共通項があって、すごいなんか特別な思いがあるっていう。この街ってやっぱ相当やっぱ、いやそうですね、原宿っすもん。原宿って入れてるんですよ、ここに実はもう。ほんとだ、ほんと原宿もあれ僕10年ぐらい原宿見てるんですけど、とにかく多分日本でも随一の移り変わりが激しい街で、常に自分の軸は持ちつつも対応していくっていうか、柔軟に合わせていくっていう、そのアンテナ張っていなきゃいけないなっていう街かなって思ってて、あの時なかったファッションの人たちがキャッと出てきて、またそれ広告塔っていうか、その自分を発信するそれぞれのなんかなったりして、またそれに影響される世代が出てきてとかっていう、めちゃくちゃ多分世代を多分相当遡ったら多分原点があるんでしょうけど、ずっとこう多分受け継がれてる街なのかなと
憧れに近い状態だったその読者モデルとかなんかいたじゃないですか。なんかああいう人たちが今じゃあインスタでなんかどのぐらいフォロワーいるんですかとか言ったら僕らが多いんでしょ。そうそうね。とかなんかその時代の移り変わりがすげえ。だからそれに対して別に自分はすごいと全く思ってないですけど、なんかあの頃憧れてた自分もしくはそのなんだろう存在っていうのに対してこういう手段を用いて対抗できてるっていうことに対してなんかの時代の流れに対応しつつ自分もやっぱこの街でやれてるっていうその存在意義みたいなのが実感できるっていう、本当にだって雲の上の存在だったの。そういう風に言うと僕の中ではなんかオフ会だと思ってただ好きなものが共通してる人たちの集まりオフ会みたいなっていう風に認識で、もちろんこのフィールドにいる時もすげえ楽しいんですけど、こうやって好きなものに限定して集まってる瞬間っていうのは僕にとってもかけがえない時間で、みんなすごく自分を持ってて自分を発信したくてで憧れお互いにリスペクトして憧れてっていうすごくなんか興味深い人たちばっかりなんで、僕はいつもなんかその勇気づけられるっていうかナチュラルに心の底から楽しいなと思える集まり。もう気づいたら何年も経ってて今こうやって同じ飲みの席にいるっていうのはもう共に成長してるっていう感覚があって、みんなそうですけど亮太だけじゃなくてみんなそうで、僕も成長するしみんなも成長する、その一緒に歴史をどんどんこう歩んでいくっていうのがこの僕の職業の良さかなとは思ってる。ここから先も多分そうだと思うんですけど、年齢って大してそんな別に大した情報じゃなくて、対人としてどれだけリスペクトを払えるか、どれだけ興味を持てるかとか、どれだけ何かこうしてあげたい、こうウィンウィン、ウィンウィンとまではいかないですけど、なんかこう素直に共に時間を過ごしたい、こういう飲みの場もそうだし、カットしてる時もそうだし、一緒に服見たいとかもそうだし、ただそれを一緒にしたいっていう子たちがこうやって現れたことはすごい僕にとってはすごいカルチャーショックに近くて、今まで本当にそういう感じだったの。別に後輩のお世話なんて言わないよただこうやってもうしたこともなかったし全然俺は。そうですね、結構その昔から父親に女装は長く剃りなさいよっていう風に言われてて、昔子供の頃全く意味が理解できなかったんですけど、まあ、その今年でちょうど節目で30を迎えるんですけど、結果女装の期間だったのかなっていう中で、どれだけ自分を光らせるか磨かせるかっていう中ですごく日本を牽引してるバーバーに所属して自分の個性をフルに発揮できるところでやってる以上は、この今まで築き上げてきた助走期間みたいなベースみたいな土台みたいなのを次の30代以降からもっとこう世界に、まず日本ですけど日本に発信して世界に発信して、最終的にはかっこいいじいちゃんになりたいっすよね。趣味作りたいんですけど、今まで髪切りがまあ一応趣味であり仕事であり特技でありみたいな感じだったんで、また新しく別にこう楽器やりたいなと思って、トランペットやろうかなと思って、じいちゃんになってなんか河川敷でトランペット吹いてなんかかっこいい絵面みたいなのを、そういう風ななんか人生を歩んでいきたいなっていうか、こうスターになりたいですよね後世に名を残すというか、はい、そういう感じにしたいなと思いますね。なんか結構ブラザーズに入った時って当初はブラザーズの俊介、宮本俊介みたいな感じだったんですよ。まあもちろんそれはもちろんしょうがないんですけど、僕がずっと目指したのは俊介がいるブラザーズ、そういうものを結構目指してて、その中でもっともっとこう細かく細分化してて、最近考えてるのはあの宮本さんがクラシックってよく言われるんですけど、クラシックといえば宮本俊介、ミスターブラザーズのクラシック、ミスタークラシックみたいなミスタークラシックといえば俊介みたいな風な、いろんな方向から多角的に見て、そういうところでこうみんなから見られ方を僕のことを見てほしいなっていう感じでは思いますね。ずっとずっとそれをもっともっと追い求めて磨いていいものにしていきたいなと思ってます。以上、宮本俊介でした。 Watch me in the water
little. Cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. Cause I just need, oh, a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Cause I just need, oh, a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying.